ヘンリク・パフルスキは、ポーランド出身で主に、ロシア帝国で活動した、ピアニスト、作曲家、音楽教師。ロシアでの表記は、チャイコフスキーのパトロンとして知られる、ナジェジダ・フォンメックの領地で森番を務めていたアルベルト・パフルスキーの息子として、現在のポーランド東部、ルブリン県ワジ村に生まれる。フォンメックに感化され、ヘンリクは、ワルシャワ音楽院に入学。 ルドルフ・ストローブルやスタニスワフ・モニウシコ、ブワディスワフ・ジェレンスキーに支持し、1876年に卒業する。その後、1880年に、ニコライ・ルビンシュテインのモスクワ音楽院に入学。ルビンシュテインの死後は、アレクサンドル・ミハウフスキーやパーベル・パプスと、アントガー・アレンスキーに支持し、1885年に卒業する。1886年からは、 同音楽院で教弁を取るようになり、1916年に教授となる。パフルスキーの教え子には、レーン・ゴリト・グリエールやフセボロド・ザデラツキーなどがいる。ヘンリク・パフルスキーは作曲家としても活動していた。また作曲に加え、チャイコフスキーの多くの作品を、ピアノの連弾向けに編曲している。その中には、公共曲第4番、第5番、第6番があり、 これらの編曲はチャイコフスキーに評価されている。彼が作曲したピアノ・ソナタ第1番派短調作品19はアレンスキーにピアノ・ソナタ第2番へ蝶々作品27はセルゲイラ・フマニノフに捧げられている。ニーブ・アディスワ・フパフルスキーはチャイコフスキーのパトロンだった未亡人ラジェジダ・ホンメックに学士として雇われる。その後、彼女の個人秘書を務め、 彼女の娘ユリアと結婚している。また彼はチャイコフスキーとフォンメック夫人との関係を壊した超本人と見られている。ありがとうございます。